はいどうも,カッパ長ですもうちょっと今日はねもう選挙の話はあのおしまいなんで、まあ、おしまいというかこ,うこれはどうなんだっていう意味ではなんとかしてもらいたい話の一つなんですけどこのメガソーラーですよね,ね政府とかさこの自治体とかさあとこの民間企業もどうだよねまあでもこいつらがほら結託してるからねだから結局、まあ、このほら再エネそもそもこのエコとかさクリーンエネルギーとか あもうこの類ってもみんな詐欺じゃんあ僕はそう思ってるんですけど結局金で、ね、金目当てに日本をこの文字通り物理的に日本を削り取って売り飛ばしているえだって日本壊してんじゃんどう考えたってでしかもこのそもそもの,この <laughs> エネルギー源としてはもう何にも使い物にならないら何のためにやってるんだよって言ったら金のためじゃんでメインは日本弱体化でしょ でもこれ基本的に日本全国でまだ進んでいるところは進んでるじゃないですか、まあ、一部自治体がこう待ったをかけて、ね、止めてくれてる、ね、こる市長さんとかあ県知事さんなんかもいるんですけども基本的にはまだまだこれ絶賛拡大中ですよねでもって再エネ賦課金とかってさだもう政府も自治体もだからも,う官も民も、うんね、この役所も役人もでこの企業も もうことごとく日本をこの食い物にして売り飛ばしている結構大きいチューチュースキームじゃないですかこれいやもうひどいんだよ今回の話もハゲ山マ、ね、これもうどうでしょうあなたがどこにお住まいかにもよるんですけどもほんの何年か前までは本当に本当にこう結構なんていうのかなもう郊外じゃなくてもう山奥 うん、人里離れたじゃないけどさ山奥でも,もう今関係ないよね結構普通に郊外の何てのこないとこに突然パッてこのパネルがえみたいなそういうだからどん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 拡大してるんだよねや,やっぱりまだ日本日本全国で見たらこれ OK <laughs> 出してねちゅうちゅう吸い上げてるやからたちは まあ当然そいつらは、ね、あの責任なんか絶対取らないですけども結局、我々、ね、一般の日本人日本国民が痛い目見るだけなんだよでしかもそこから続きがあってこの不良外来種が、ね、このケーブルとかかっぱらっていく、うん、まさかそこまで織り込み済みだとは思いませんでしたけども,もうだからセットなんだよね完全にな完全に日本をこの壊しに行くためのツールなんだよこれ だってケーブル取られたらさ、ねうん、対応年数が、ね、このこのゴミになった時のこの始末の話を最初のころとかよくされてたじゃないですかいや、ゴミになるも何もないんだよ。そもそも不良外来種を、ねうん、日本を混乱させながら、うん、日本を壊しながら私服をや稼げるように、うん、っていうそういう意味でも仕組まれてるんだからもうとんでもない話なんだよ。これ かかりますかね一部の議員とかね、うん、役所の連中とかねあとこの企業の連中なんかが今このもう文字通り物理的に日本をこのぶっ壊しながら、ね、私服を肥やしていきますでここののなんかこのその中中スキームに絡んでるこの政治家連中なんかがまあ仏壇坪移民党なんかが相変わらずこのね半島や大陸あるいはこの東南アジア諸国から、ね、不良外来種の,この卵を連れてくるわけだ。うん で、そいつらが、まあ、観光客を装ってのか、技能実習、昔でいう技能実習を装ってのか、なんかわかんないけど、とりあえずこの日本にこの潜り込んできますわね。うん。で、バックレールとギャング団に合流すると。窃盗団に合流すると。で、これをかっぱらいに行くわけでしょ。で、この金に換えると。なんなんだよって話じゃないですか。でも、やまってないですよね。これを、 やっぱなんとかするんだってちょうど選挙なわけでしょ、うん、これもなんとかしてもらわないと困るんだけどなどうですかねあなたのお住まいの地域に、まあ、今回この話ってこの福島県なんですけども福島県で福島県も結構これあるはずなんですようん、ね、あもちろんこれ福島に限った話じゃないんですよご存知だと思いますけども、まあ、今回は福島のお話なんですけど主に えー、山の斜面がねもう丸刈りですよね、もう本当に削り取られていな何とも思わないのかな、これ金のためとはなんかこの背に腹かそういう事情があったにせよさうんんいやーなんかよく考えてもらいたいですけどねいや半日外国勢だって喜んでやるに決まってるよ。ねえ うん、日本壊して日本弱体化してしかも金になるってうんだったらやらねえわけがねえよあいつらはだからこういうやからを掃除したかったんだけどな脱炭素なんてもう完全再エネ脱炭素なんてもうただの嘘っぱち詐欺師の常套句なんだからさこんなもん反日売国詐欺師の常套句だよねこんなのねうん これをなんか本気で止めようとするっていうそういう人、まあ、多分探せばいると思うんですけどもでもまだ、ね、僕みたいな一般の,この素人には知られていないぐらいのレベルだと思うんでやっぱこのなんかあメガソーラー一時期なんか日本やばいことになったけどあれをどうにかねか何年後か分かんないよ、うん、何年後か経って振り返ってみてその時にねあそういやこのなんか流れを変えた ターニングポイントになったあれってどこどこの誰々さんだったよねってあの人がもうがっつり立ち上がってそこからもう一気になんか潮目が変わってさみたいなそういうことがやれる人にもう急いで出てきてもらわないとね、うん、だってねこのなんだろう僕もそこまでがっつりこの施設にち、ね、近くまで寄って取材とかしたことがあるわけじゃなくてねだから、まあ、実際どうなのかっていうのは見てみないと分かんないところはあるのは承知でね もうだって急斜面で山肌むき出しじゃないですかちょっとこのググれば画像検索すればもう山ほど出てきますよねどう考えても危ないそうですよねでも工事現場とかからもう土砂も流出しちゃってもう道路に被害も出てるしでこのケーブルかっぱられてただのゴミの山になってるしで相変わらずこれあれなんだよね世界中がそう だからもう車の時もそうだけどさ、もう何でもいいから、もうでっち上げでも嘘でたらでもいいから、なんか日本をこの悪者にしたいというか、草したいというか、ねで、相変わらずこの石炭依存、日本のこの火力発電、日本の火力発電なんて、最新のこの火力発電だって、もう世界中のこのドイツもこいつも真似できないような、相当優れた代物だけど、全部ひっくるめて、まだ日本は火力だ、まだ日本は世界を、世界の地球の空気を汚してるみたいな。 そういう扱いでブー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 打たれてるんだよなうるせえよっつうんだよな本当いやあの誤解のないようにお願いしたいんですけども別に僕気候変動問題とかねエネルギー政策に対してねいやこんなもんどうでもいいようるせえなって言ってんじゃないですよ、ね、この詐欺,詐欺集団、ね、政治家から、ね、この民間の企の業家から、ね、もうことごとく反日売国勢にこの牛耳られておかしくされているこの動きを 太陽光詐欺をどうにかしてくれませんかねっていう話をしてるんであってこういうのにもこの本気で取り組む、ね、この候補者もっともっとたくさん増えてもらいたいですよねうんそれこそさなんこの、ね、裏金だ、不器用だ裏金だ、吹き器用だっつって選挙においては、ね、どうでもいいところでなんかこの、ねあのー、しんどい戦いを強いられている人たちこそ、ね、こういう一番結構わかりやすい 話だと思うんですよ当然これ言うだけでやめたらもう最悪ですけどね。うんということで今回は以上です。